ニキティン・ディールは、インドのボリウッドで活動する俳優。2008年に、足通しゴーアリケールのジョード・ハークバルで、俳優デビューし、リティク・クローシャンが演じるアクバルの規定シャリフティーン、フセインを演じた。同作は、工業的、批評的な成功を収め、ディールの演技にも足らんアダルシから、ファンタスティックと絶賛された。同年7月には、アプール・バラキアのミッション・エスタンブルで、 ビベイク・オベロイ、シュリア・サラン、ザイード・カーンと共演した。2011年に、アニーズ・バーズ・ミーの、レディーで、サルマン・カーン、アシント・トゥンカルと共演し、2012年には、アルバーズ・カーンの、ラバングニで、サルマン・カーン、ソーナー・クシー・シンハー、プラカー・シュラージと共演した。2013年に、ローヒト・シェッティの、チェーン・ナイ・エクスプレス・アイと勇気のヒーロー参上で、シャール・ク・カーン、 ディー・ピカ・パード・コーンと共演した。同作では、タミル人ギャングのタンガ・バリ役を演じ、役作りのために、体力トレーニングに取り組み筋肉を増量した。批評家のモハルバースは、屈強であるが、それを演じるのに、十分な役割を与えられなかったと批評している。父、パンカジュディールは、ボリウッドで俳優として活動している。2014年に、父が決めた者。 クラティカセンガールと結婚した。チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上、上映イベントに出席するニキティン・リールとシャワルクカーン。ありがとうございます。